もう上がったんだ。ちゃんと湯船に浸かったそう結構早めに上がってきたから、またシャワーで済ませたのかと思った。まあ、しっかり温まれたなら、よかったよ。それじゃあ、ご飯食べよ。ご飯とおかずは、もうテーブルの上に置いてあるから。 帰ってくる時に、スーパーとコンビニで買ってきたやつね。時間も時間だし、ほとんど売り切れてたけど、なんとか揃えてみました。あとは、今野菜スープ作ってるから、ちょっと待ってて。<laughs> いつも外食ばかりで、栄養を偏りがちなあなたのために、健康にいいものだけを厳選して作ってるからね。味付けも、あなた好みの和風テイストにしておいたし。 絶対喜ぶと思うよ <laughs> え食べないの何でああうん疲れてるのはもちろんわかるよ今日もこんな時間になるまでずっと仕事してたんだもんねでも今日は食べてきてないんでしょ明日のことも考えたら 多少はお腹満たしといた方がいいと思うよそれにせっかく2人で今日は一緒に夜ご飯食べるって約束したんだし一度言ったことは守った方がいいんじゃないかなほとんど買ったものばかりだけど私もなんとか手料理を入れようと思ってスープ作ってみたしねあちょっとねどうして さっき帰ってきた時は今日こそ一緒に食べれるねって言ってたじゃん。それがどうして今になって食べたくないだなんて言い出すのもう全部用意もしてあるんだよ何それ。じゃあ、あなたは早く寝るために私に嘘ついたってことひどい。私、 今日は一秒でも早く帰れるようにって、いつもより何十倍も仕事頑張って、あなたのために晩ご飯まで用意したのに。ううん。謝らなくていいよ。どうせ心の中では、もう寝ることしか考えてなくて、謝る気なんてみじんもないでしょうん。大丈夫。こういうのって、今に始まったことじゃないから。 もういいよ。取り繕わなくて。その代わり、私も、もういい奥さんを演じるのはやめるね。えいふふ。<laughs> 軽く押しただけなのに、勢いよく地面に倒れ込んじゃった。よっぽど疲れが溜まってるんだね。普段のあなたなら、 どんな些細なことでも、私が夫婦の主導権を握ることは、絶対に許さないでしょそれが今は、押し倒されて、体の上に馬乗りになられてるっていうのに、指一本動かす気配もないなんて。お互い繁忙期に入って、何一ついいことなんかないと思ってたけど、まさかそれが、こんな形で私を手助けしてくれるとは、思ってもみなかったよ。 <laughs> 何ろれつが回ってなくて何言ってるか全くわからないんだけどああ、夫婦の主導権がどうのって話うんうん、間違ってないよ。だって、あなたはお金のことでも、普段の暮らしのことでも、絶対に自分の考えを押し通さないと気が済まないじゃない確か、 あなたのお父さんがそういう人だったんだっけそんな父親に憧れて真似をしているのか、ただ単に影響されているだけなのかは知らないけど。あなたは、そんな風に振る舞えるような人間じゃないんだよ。変に勘違いしちゃってさ。あ申し訳ないとか、そういうのはもう聞き飽きたよ。 共働きでどっちも忙しいのに、家事はほとんど私がやってるよね。それで特に感謝もされないし、私の提案はことごとく無視されるし。やっとの思いで夫婦二人きりの時間を取れたと思ったら、嘘ついて約束破られるし。本当に申し訳ないと思ってたら、そんなことできるわけないでしょ。 はあ、結婚したばかりの頃の明るくて優しいあなたは一体どこに行っちゃったんだろう私も今までは何とかあなたの幸せのためにと思って何でも黙って言うこと聞くおとなしい妻でいたけどそれももう終わりこれからはあなたが私好みのいい旦那さんになるのふふ <laughs> 辛かったけど、これでようやく、あなたを私の思うがままに愛してあげられるんだよ。お金のことでも、暮らしのことでも、どんなことでも、全部、私があなたをリードしてあげる。もちろん、夜の営みも、ね。だから今夜は、あなたが二度と、私に逆らえなくなるように。 徹底的に愛してあげる。<laughs> まずは、どうやってしてあげようかな。